ということで、今日はギタリストの、はい、プロギタリストの、天才ギタリストの、スーパーギタリストの、加藤さんに、はい、加藤です。ちょっとギターを教えてもらおうと思って来ました。うん、イエイ。はい、どうもどうも、加藤木です。はい、ギターをやってます。さよこさんとユニット、テデステッテっていうユニットで、ギターもやってます。はい、天才的なギターをね。バイオリンあんなに弾けるのになんでギターやろうとしてるんですか。なんかね、うん、4月じゃない、うん。新しいことやりたいじゃない。なるほど。でこれ、うん、この子が可愛いですねこれ。見たらね、うん、いやそう、うん。いいじゃないですか。2年ぐらい私の部屋にずっといや私ねギターへの憧れがずっとあって。そういえば前ライブで1曲だけ違うお互いがそうなの交換してやるっていうのやりましたね。やりました、うんうん、あれしかも最初の課題曲はそれでスペインだった、うん、そうでしょ。まあほんとむちゃくちゃな話ですよね。お互いでスペインをやるっていう。そうで、うん、はい、その時にちらっとちょっとだけ教えてもらったんですけど、うん、月日は流れもうかれこれ3年忘れましたぐらいになってるような気がしますね。それから全て忘れました。はい、ということで基本の木だけ、はい、最初に戻って、そう、ちょっとだけ独学でコードの表とかよくネットにあるじゃない、あれ見てちょっとやったんだけど、特に左手とかが何が正解かわからないし、うん、なんかうまくいかない箇所がある。 OK ですので、初心者に一番最初に、うん、このなんだ漕ぎ始める人に教えることを教えてください。はい、了解です。わかりました。まあちょっとまずはちょっと最後ギター構えてみてもらって、はい、はい、正しい構え方がわからない。実はですね、ギターってこの体に対して、はい、今こうやって持ってるじゃないですか、うん、実はですねこの体の線が今こうなってるとします、ね、こういうふうに、うん、それに対してね45度ぐらいこっちなんですよ。こういうこと？そういうことなんです。実はここをさ、くぼみにまっすぐこうピタッて当てたり、あ、斜めになってる。見てください、はい、そうなんです。だから実はこうじゃないですよね。なんか動画で見るとこうさ、そう、あ、なんか手首が痛いと思ったんだ。そういうことなの。まずこうなんかすごい手首がね、はい、ちょっとやったら痛いわけです。それはね、こう引いちゃってるんですよ。こうやって弾いてるから。あ、こうやってね、やっぱりね、どうしてもこういう楽器だと思っちゃうんですよね。ぴったりつけとかで、うん。見える。こうなんですよね。やっぱ。習うの大事。ね、まあ、って大事、ちゃんとした人に。ちょっと気づきづらいと思いますけど、だからここのね、ここがまず三角形のイメージ持ってる。知らなかった、はい。いいですね。すごくいい、こういうことね。はい、いい姿勢ですね、とっても。で、ここら辺が足に当たるっていうのは良い。はい、良いです、はい。それでいいと思います。はい。まあこれ僕ちょっとフットレストつけちゃってますけど。斜めにしたいから。ちょっと外しましょうか。同じ環境にしましょう。そうそう。ね、足を組まなくて済むんですよ、これ使って。なるほど。体が歪むから。そうなの。気にしてないでしょ。腰が痛くなる。もうね、腰が痛くなるから。こういう感じですね。なるほど。でも足組むとやっぱ、はい、だいぶ斜めです、はい。確かに足組んでるイメージある。でもこれきっと歪み的には良くないんだよね。すごく良くないです。だよね。はい。で、たまにこうペダル使ってこうクラシックギターのね、こっち側にペダル足も置いてこうやって持つっていうやり方。ひらくらさんとかなんかこうなってる。はい、これも腰にくと悪いです。なのでギターはとにかくもう姿勢として、まあバイオリンもそうですけど。でも腰はね、バイオリンそんな来ないんだよ。バイオリンは肩とかこっちの方。だからとにかくね、体に悪いです。ギターもバイオリンも。ちょっと。見てる人がさ、やりたくなくなるでしょ。で、体に悪いんですけど、これを使うと一切悪くなくなります。大丈夫。何これを売りたい。売りたいわけじゃない。別に僕が作ったものでもなんでもないんで。でも確かにそういう意味であったら良さそうだね、うん。まあでも今回はちょっと足組んで、とりあえず、はい、こうやってやってみましょう。足組まなくても、これでいけるのか。いけるんですけど、ちょっと低くなりますね。なので足を少しだけこう持ち上げてあげるとかって必要がある。はい。でもこれも腰に悪いってこと、ね、悪いですね。だからまあこうやった方がいい気がしますね。はい、こうやった方がなんか可愛い。まあ可愛い。いかにも。まあ女性のね、なんかいい感じ。なんかこういうイメージある。カフェな感じで、ね。そうそう。で、アコギ持ってて、ね、ボサノバ弾いてる。ボサノバ弾いてる感じだね。でもボサノバ難しそう。ボサノバやってみます。え、そんなにいきなりできるの。とりあえずちょっとまず G の69っていうコードを覚えてみませんか、
G はやったけど 6-9 はやってない、うん、でまあまあもうさやこさんはバイオリンやってるから構成音はお分かりかと思うんですけど、ギターの場合一番オーソドックスな G6-9 がありまして、はい、確かにその通り G がこれですよね、うん、でルートはこの6弦の3フレットにあります。で 4弦の2フレット、3弦の2フレット、4弦の2フレットに4弦の2フレットです、はい、で5弦は弾かないです今回は。で6弾くのに、6弦は弾くのに5弦は弾かない。でなんでかっていうと、そのストロークみたいにじゃんこういう感じの演奏じゃないんですよ。あ、だからこうで、こういう弾き方の時って右手が難しそうだよ。そうなんです、この3本がね、こうちょっと、まあ、模範演奏しますと、はい、このドゥーン、ドゥーンドゥーンだけ守っていただければ上は何してもいいんですけど、そういうこういう弾き方をするっていうのがお父さんの場の雰囲気なんですね、はい、でそのコードに合うのがこの6なんですけど、この4弦の2フレットが6度に値し、で3弦の2フレットが9になるので、その2つだけここ、ちなみにこれ全然初心者がやるコードじゃないです、はい、またこれ初心者だけど全然趣旨が変わっちゃう、はい、いいですね。4弦と3弦2フレット、そう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 、え、これは1本の指で、はい、1本の指で押さえます、はい、だから最初からですね、これ見てください、なんかさ、ちょっと見てください、これこう寝てるんですよ、こうやって、あー、で、ここ親指もね、こんなに沿ってここにこうぴったりついて制覇する感じなんだ。そうですね、全部もう3弦まで、なんなら2弦まで制覇してますね。1弦が鳴ってない状態ぐらいなんですよ。そんな感じです。1弦は鳴ってもいいし、鳴らなくてもいいです。ちなみに1弦鳴らしてもいいんですけど、その後に薬指で2弦の3フレットを押さえます、はい、いいじゃないですか、イエーイ。これは弾かないんだ、はい、6、4、3、2弦この4つで、はー、ルート、6度、2度、まあ2度というか9インチ、そして5度っていう弾き方ですね。ソーラーソーミーラーレですね。ミーラーレっていうのビーンってやっぱり言います、はい、先生、はい、じゃあまずビーンってなんて言うのっていうのがこれはまず一つのあれはフレットの、このフレットというこの鉄の棒になるべくこっち側近い状態、そうを押さえることが前提になります。はい、もうこれだけでならなくなります。でもう一個はこの弾き方、すごく上手に弾けてますけれども、今とってもいいです、とってもいいです。この弾け方がまああのこうこうやってこうやって弾けてると綺麗な音がするんですけど、これがちょっとこうやって、まあなんていうのかな、ちょっと力任せに引っ張るとこう、これビーンって音、こういう音がしちゃう。引っ張りすぎずに適度な力で抜けるように親指は必ず反らせてください。親指を反らせてこう斜めにこうちょっと当てて、そうです、そうです、そうです、とってもいいです。はい、そのイメージですね。でこれで。ドゥンドゥンドゥ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 ジャン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 、素晴らしいですね。では今度はこっち側の上側やりたいと思います。親指があります、はい、はい、ギターは親指のことをこれを右手で、右手の場合は PIMA で、まあ小指は CH って言って、これはフラメンコギタリストしか使わないので、フラメンコギタリストはやらない、はい、PIMAA は A が薬指ですね。A、はい、CH、うん、CH、まあ、CH はいいです。あの覚えなくていいです。なんなのこれは、なんかバイオリンみたいにさ、なんか 1,2,3,4 とか言ってくれればいいのに。左手はそうなんですね。左手はあの親指以外を人差し指が1、一緒中指が2、薬指が3、小指が4、そう一緒なんですよ。わかりやすい。ピアニストは、ね、本当やめていただきたい。ピアノだけよね。ピアノは親指が1なんで小指が5になるんですよ。ピアノやってる子にバイオリンを教える時の、あのバイオリンだと1の1の指なんですけどって親指でこうやって違う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 。本当に僕もね、ピアノをやるとそれが混乱するんですけれども、まあとにかく左手はバイオリンと一緒です、はい、1の指2の指3の指で、こっちはじゃあどうやって覚えるかというとピマって覚えちゃってください。ピマ、まあなんか某アイスクリームのピノみたいな雰囲気ですけど、ピマです。ピマ、はい、PIMA、 あ、ピマ PIMA、 PIMA、 はい、で今回今やってたのは P でこうやってドーンドーンドーンって弾くと、でこの IMA を使って3本を同時に弾くという、え
あ、ちなみにこれ全然初心者やらないです。あ、はい、じゃあ行きましょう。全然初心者違う。まずですね、まあ、こう、ブラーンとしてる。ブラーンと。はい。その状態で、ブラーンとした状態でこう、手を持ち上げるようにして、親指を6弦の上にヒョンって乗っけてあげましょう。はい、いいですね。はい。で、その状態で人差し指を4弦と3弦の間にスポッとこう入れてみてください。はい、とってもいい形です。はい。そして、3弦と2弦の間にも中指をスポッと入れてあげてください。で、薬指を2弦と1弦の間にもスポッと入れてあげる。はい。この状態が基本の方になります。で、この状態で少しだけ指をこういうふうに曲げたような状態。少しだけ。で、この時、これで、こうやって弾くんじゃないですね。ここの第一関節だけじゃなくて、この根元から、こう、根元からこう押してあげるように、全体でこう掴む。こういう動きです。こうじゃないです。こうではなくて、こういう動き。ここで弾いてください。第一関節のところが、こうやって、つまもうとする動き。なるほど。これが、ね、かなり重要。ここじゃないんです。そうなんです。あの、こう勘違いされやすいんですね。こうやって弾く人多いんです。うまく。こうやってね、ここだけでこうやって弾く人多い。そうするとね、音弱くなるんですよ。で、あと擦れた音ばっかがしちゃう。なるほど。うん、指が擦れるんではなくて、この前からこういうふうに引っ張ってあげることでこうやって音がするんです。必ずここから動いてるでしょ。そうです、そうです。すごくよくできてます。ここの関節で動いてるのが。そうです、そうです。はい、とってもいいです。で3本をそうです、はい、で、あ、まあ、3本だけでこうやって弾く練習をこうやって、あ、違う、1個ずれる、あ、はい、なかなかちょっと、あ、いいですよ、これの時親指はここに入れば、こういうふうに、こうやって親指が浮いてる状態の時もあるんですよ、こうやって、あ、なので親指で支えるんじゃダメなんだ。だからこれだけでこうやって、ちょっとここで、ちなみに弾いた時にこうやって手がこうやって動いちゃう状況っていうのはあんまり良くなくて、そうそうそう、もうここの状態でこうやるだけです。もう本当に指を握り込むみたいな、ずっとこうやってるだけ、これだけ、この状態をこう近づけていって、なるべくこういうふうにこうならないように、そうです、そうです、とってもいいです、とってもいいです、動いてないです、すごく綺麗、とってもいいです。そしたら慣れてきたら親指を一回置いて4本同時にこういきながらこうつまむようなイメージで、まあちょっと多少なっていいです、多少なっていいですけど、このぐらいの動き、はい、綺麗な音してます。とってもいいですね。はい。ここがピシッてて、うん、そこはね、そうですね。あ、いいじゃないですか。なんか狙った弦を弾くのがすごく難しいね。でもうちょっと。サイコさんの手の長さから考えると、この位置に置いてもいいかもしれないですね。ここ、はい、あ、こういう感じ、はい、そうです。そう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 。今ちょっとこうなってたんですよ、サイコさん。ね、こうなるとやっぱりこういうふうになりやすくなっちゃうんで、この自然と手首が年長でこう伸びたここの先って感じ。なるほど。はい、ブラーンとしてこのままこういったとここの先、はい。さやこさんのこのギターのサイズだと、このフレット、15、17フレットのこの辺りに親指が来ると思ってます。はい、そのぐらいの位置だと思ってください。はい。はい、ってもいいですね。で、この時なんですけど、腕が今こういう風になってるんですけど、ここの、ここにこうちょっと乗っけちゃってください。はい。はい、ここでストップ。はい。この状態でこのまま。そうそう。そしたら慣れてきたら、この親指とこれでパーンって引い
多分三二本だけ。はい。ターンターンですね。はい。減った。いいよいいよ。はい。でここがちょっとまた、ね、先生握力が足りないです。一回ちょっと離してパッパッパってやって。ギタリストの人って握力が強いの？違うんですよこれ。あのね力入れなくても抑えられるコツが出てくるんです。だんだん確かにずっと制覇が続くと疲れてきます。あのそれは僕でもやっぱりきつくなってくるんですけど、うん、あのこのぐらいの制覇だともうほとんど力を使わないんですよ。で親指でむしろ前に押してあげてるようなイメージでこうやって引くんですね。あの親指の反りが大事なんです。もうだいたいねこうなんですよ。ほとんど親指が反ってるみたいな。こうなんかほら、うん、あ、それはね、なる。ほら、僕もなってる。ギタリストでもなるんだ。なる。それはなる。ただ、なっても痛くなくなるけど。うん。すごいね。バイオリンは、こうはならない。そうだね。バイオリンは、もっとこう。確かに。もっと腹っていうか、この先っぽでこうやって押さえるじゃないですか、バイオリンって。確かに。ギターは、その、こう全体を押さえるっていうので、こういうのがあるから、どうしても、その、人差し指に確かにちょっと負担の多いなっていうのはあります。手首がめっちゃ痛いです先生。あ、それはね多分形がまだ余計なところに力が入っててあのねここの中にピンポン玉が1個入るぐらい間が空くイメージなんですよ。ほら例えばこう制覇とかするとここに指2本ぐらい入るんですよ。はあ。隙間がこれぐらい空くんですよ。もうなんならもうイメージ的には親指がこっちに来ちゃうぐらいの。うん。そうすると空間が作りやすくなるんですよ。手首はどの辺に来るのが正解なんですか？手首はね、締めすぎると、手首か、あ、手首ね。そう、なんか、どの辺にある、はいはい、手首はね、この位置です。あ、そうか。だからいろいろおかしいのかな。痛くなるの、こういってるからか。こうやっちゃってるからかもしれないですね、それは。あ、で、それは痛くなります。あの、一番まず自然なのは、卵1個ぐらい、こっち。そうそうそう、そのイメージです、ね。で、そうするとここの隙間できなくなっちゃうでしょ。うん、なので、ここで、そう、真ん中ぐらいのところに親指があるようなイメージ。そうですね。うん、で、これをグッとその寝かしてあげて。そうそうそう。はい。うん。はい、そのイメージ。で親指もっとこっちですね。でも親指を下げると手首が出てきちゃう、はいはいはい、どうしたらいいんだろう。でもね多少はこのぐらいの手首はその疲れない程度に力を入れてあげる。いいじゃないですか。で今切れててますからこの状態でこっちのチャンチャンって。そうです、今できてましたよ。今できてて、うん、で毎回完璧な音は出なくてもいいので、まずこのチャン、ボサノバのチャンまでやりましたよね。そしたらチャンチャンとチャンチャとチャンチャとオンチャン入れたいので、チャンチャンって言ったら今度親指だけで、そしたらチャン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 とチャンチャンですね。そうです、力加減が難しい。そしてもう一回ドゥダンダドゥンダンドゥダダドゥンダン、そうです、チャンチャンですね。最初だけあの一緒に弾いてあげて、あ、そうか、チャンチャンチャチャドンチャン、あ、いいっすよ。足首見ましょうか。はい、カフェっぽい、はい、カフェだいぶいい感じですよ。いいじゃないですか。それです。こんな感じの弾き方で、こういう感じのこうなんかあの、ね、でこのコードのチェンジもこう裏の拍で。この 2小節に1回ですね。タンタンと歌ったの時は、1小節の時は、タンタンと歌ったの食ってる瞬間に次のコードに。タンタンと歌ったんだ、タンタンタン。最初のところは頭でいいんだけど、ジャンジャンとジャジャドだったと。この瞬間に変わってるんです。
たいな感じのこのボサノバのリズム。慣れてくると、もっとなんか、もっと深い話になってくるんですけれども。はい。おしゃれな雰囲気はこれにあり。はい、じゃあ、はい、佐藤さんありがとうございます。はい、では次のレッスンに行きたいと思います。はい、スパルタコートなんです、ね、はい、はい、次はアルペジオをやります。ストロークを教えてもらえる。まあまあできるだろうということで、まあ、ストロークになりますけど。